はい、本日は12時17分からですね、霧に包まれている高層マンションが上の方見えなくなってます。高層マンションだけじゃなくて、低いマンションも霧に包まれてますね。それぐらいかなり低いということです。あちら側も少しね、霧が上の方かかっていて、見通しが悪くなって、雨も降っていますね。はい、気温はそんなに低くないと思うんですが、肌寒いです。はい、海の方も下層雲が地上にあり、層雲が広がっていますね。上空はおそらく乱層雲があると思いますが、かなり、はい、ひとしとした雨が降って降り続いていて、街行く人も傘を差しているという感じですね。風はそんなにはないですね。現在は14時47分です。先ほど、霧が高層ビルを包んでましたが、その霧が晴れていますね。あ、お嫁さんたちがいますね。だいぶ最下層の雲は取れています。そして降水も今は止んでいますね。はい、ただ会場はですね、ちょっと層雲によって包まれていますね。はい、会場は雲がかなり下まで厚いです。はい、風は弱いですね。気温は低くはないですが、肌寒さはありますね。現在は17時4分ですね。今日は、今、雨がぱらついて、雨降ってますね。はい、さらさらとした雨降っております。全面は先ほどと同じ雲に覆われていまして、会場の方は雲がさらに厚くなっておりますね。はい、波はだいぶ穏やかになってます。はい、っていう感じですね。という感じで、特に変哲はなしですね。おお、ギリギリだ。よかった、撮れて。月がね、一瞬見えましたね。満月に近いのかな。はい、夜になっております。なんかシーンとしてますね。ちょっと雲が、また出てくるかもしれない。あ、来た。不気味な感じがしますね。ほら。はい、どんよりと雲がね、広がっているのがお分かりいただけますね。雨は降ってないものと思われます。はい、という感じですね。はい、今日は快晴の朝ですが、向こうに少し上層雲がありますね。ただ風がすごい強いですね。とても強い風、波も高まっています。結構強いな、風が。非常に風が強いですね。危ない。砂の山全部なくなりましたね。ほら、向こうにもあった砂山全部なくなった。
今日は快晴ですね。ただ風があるね。波も高めで、今日は海から陸に向かって風が吹いていますね。はい、ちょっと寒くなってきた感じがします。ただ雲は一つない快晴ですね。月が見えてきました。満月です。ウルフムーンですね。あれ噂の。すごいね。ひゅーん。こんな感じです。